から何でも結構です。まずはお気軽にお問い合わせください。お問い合わせ先はエイサー会館準備室エイサーや098-989-5066 098-989-5066まで。皆様のご協力をよろしくお願いいたします。この後もワントゥーエイサーシーブンサビラをお楽しみください。ワンツーエイサーシーブンサビラーノノノノ。そして BC スポーツオープンオープンしました。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで、はいはい、ワンツーエイサーシーブンサビラー、この時間はワンツーエイサーの後半戦、うん、シーブンサビラのお時間です。はい、シーブンとは沖縄の方言でおまけという意味です。うん、前半では入りきれなかったインフォメーションからパーソナリティのプライベート情報まで何でもあるのおまけの時間です。引き続きお相手は FM 小座めぐみとエサイアの前平です。はい、残りね、はい、10分少々ですが、うん、よろしくお願いいたします。はい、それではね、前半でね、ちょっと入りきれなかったインフォメーションが多々ありますよね。はい、はい、そちらから紹介していきましょうか。そっちから行きます。はい、はい、エーサーグッズも新商品が、入っておりまして、はい、取り扱いが、うん、まあ、何度かこっちでも紹介してるんですけども、沖縄市のエーサーキャラクター、エーボーサーちゃん、ターくんサナジがパッケージングされたですね、ハーブティー、ハーブティーね、はい、が出てます。いいね。味がですね、はい、サンピン茶でしょ、サンピン茶、はい、ハイビスカスティーでしょ、うん、いいね、ルイボスティー、いいね、でゴーヤー茶、うん、でスッキリサンピン茶、はい、前回言ってますけどね、スッキリサンピン茶っていうのはね、とサンピン茶 ね2種類ある ね、はい、うん、僕まだ全種類飲めてないので。おお、そうなんですね。はい、ぜひ皆さんこれ、うんうん、ね、それぞれの味がね、うん、324円、はい、で7袋入ってます。あ、このこれティーパック、そうティーパックが7つ入ってるってこと。7つ入ってて324円。おお、じゃあ味がミックスになってね、三品茶は三品茶、あ、一種類ずつ入ってるってことですね。一種類ずつ入ってるわけじゃなくて、うんうん、なんて言えばいいんだろうな、うんうん、ごめんね、頭が回ってないね。三品茶だけで7つのティーパックが入ってるのが320円。うん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 、なるほどね。この三品茶の味のティーパックがあるってことね。そうそう、一つ一つってことね。なんか俺が余計なんか紛らわしいことね。あ、全然大丈夫大丈夫、はい、やってます。はい、であとエーボーサーちゃんマンホールストラップと言いまして、マンホールストラップ、沖縄市ね、来て街を歩いた方は分かると思うんですけども、沖縄市のマンホールってエーボーとかサーちゃんがね、一番街とかでもね、はい、いっぱいありますもんね、のかたどられたマンホールがあるじゃないですか。はい、かわいいよね、あれね。あのデザインをそのまま、うん、ストラップにしました。え、マンホール丸ごと、マンホールです、あの丸いのを、マンホールをそのままストラップにしました。ウケる。マンホールの蓋をストラップにしてるような、はいはい、新しいですね。これね、以上全国各地のご当地グッズとしてあるんですけども、はい、そこにエーボーサーちゃんも仲間入りしましたので。あ、かわいいかも、はい、マンホール好きの人とかもいるのかな。いる、いますよ、そりゃねえ、はい、マニアみたいな人がいるのかな。いろいろデザインを集めてしますし。あ、はい、いいですね、もうその中にね、うん、なのでマンホールなのでね、お水とか書かれてるじゃないですかあれも全部そのまま、あ、まあ、はい、お水とかもそのまま書かれてるの、まだマンホールの蓋をキーホルダーにしたと思ってください。すごい、はい、これがですね450円でありますので、はい、面白いね、なのでそこそこの重さもありますよ。あ、マンホールの蓋だけに、はいはい、あとそれの、うん、ペーパーウェイト、ペーパーウェイト、文鎮、お、今でいうペーパーウェイト、昔でいう文鎮、うわ、文鎮の方がしっくりくる、やばい、文鎮、そう、うん、もあのマンホールのやつもありますので、はい、ぜひ皆さんお土産にどうぞ。こちらは、エイサー屋に、はい、エイサー屋で取り扱ってますので。なるほど、エイサー屋以外ではちょっとお求めできない、はい、今のところはそうですね、エイサー屋だけですね。じゃあ、はい、欲しいという方はぜひエイサー屋までお越しください、うん、はい、ということですね、お待ちしてます、はい、以上ですか。まあおいおいやりましょうか、ですかね、はい、ちょっとメッセージ、うん、ツイキャスからも来てますので、はい、紹介していきましょう。
そうね、最初前半の方からでも来てます。マサさんありがとうございます、はい、ありがとうございます。今日は朝から健康診断終わって追加戦見てます。土曜日は一番好きな琉球武団昇竜祭り太鼓っていうんですかね、昇竜祭り太鼓さんの演舞を3ステージ見ましたということですね。琉球武団昇竜祭り太鼓同じ団体を3ステージを見るってなかなかすごい、相当好きなんですね、うんうん、いやかっこいいでしょうね。祭り太鼓っていうぐらいだからだいぶね、うん、この演舞の内容とかも濃いなの、うん、濃いんだろうなって気もしますけど、うんうんうん、はい、またでそういうね、またどういう感じだったよっていう感想もいただけたらなと思います。はい、はい、源さんから お天気いかがですかと来てますが、暑いです。暑いね、天気暑いです。今日も暑いです。晴れてますね今日もね、はい、いい天気です、はい。でマサさんから、うん、体験は前頭の期間の時期もできるんですか、うん、と来てます。うん、ちょっとまた前頭の時期は僕たちまた前頭の、うん、こういろいろこう対応することになると思うので、あ、ちょっとねスタッフの手が開くのが厳しいかもしれないので、この辺はね、うん、前頭期間中はもう前頭エイサー祭りを楽しんでくださいっていうことになるかもしれないです。体験はこの期間はちょっと前頭エイサーの会場とかではどうなのか、あれはまた別なんだね、厳しいかもしれないから前頭期間中はですね、ちょっと、前頭エイサー祭りを楽しんで皆さんに 100% 楽しんでもらおうかなという感じになるかもしれません。なるほど、わかです。これもちょっと、検討ですけども、そうですね、はい、もし何かあれば、うん、お知らせしたいと思います、うん、はい、はい、よろしくお願いします、はい、ね、前平さん一人もなかなか落ち着いていていいねってよ、うん、ありがとうございますもうだいぶなんかヘロヘロのご様子ですけれども、はい、大丈夫ですか、はい、大丈夫はないですね。大丈夫はない、はい、あと4日ぐらい休みくださいって感じ。あと4日ぐらいあ、相当来てますねこれは。あのさっきそういえばエーサーナイト、ね、今週東南植物楽園話したじゃないですか、はい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 、あの東南植物楽園さんが、はい、その前頭エーサー祭りとコラボということで、コラボ企画があのレストランピース、おーおー、ね、素敵なレストランが東南植物楽園あるじゃないですか。ありますね。であのビュッフェ、ね、うんうんうん、やってると思うんですけども、はいはい、あの大人普段はお一人様3800円らしいんですよ。おー、これはディナービュッフェね、うんうんうん、はい、なんとこのエーサーナイトの日、今月の土曜日ですね、はい、は2500円になるそうです。おー、1000円もオフ？うん、あ、嘘、うん、800円のオフかな。あ、違うな、 いくらだっけ、もともと1000、違うな、あ、そうだね、1300円だね。ですよね、うん、ごめんごめん、俺がもう頭今日回ってない。あ、頑張ろう1300円、はい、お安くなってます。ですよね、もともと3800円が2500円ですよね1300円ですね、1300円ですね。あ、すごいですよ、はい、これこれもう A さんを見る前に、はい、あの食べたらどうですかということで。あ、じゃあちょっと A さん、ほら A さんナイトが始まってしまったらもうね終わってしまうので、ね、終わるまではちょっと目が離せないからね、はい、うん、これ詳しくはあの東南植物楽園のホームページとかをチェックして、はいはいはい、見てみてください。いいですね。エサナイトガードが7時半からスタートなので、はい、それこそ6時ぐらいに行って、ね、ちょうどいいかもしれない、うん、だから入園がね6時からっていうのもあるかもしれないですね、うん、はい、ぜひぜひ皆さんこの機会に、もちろんあのエーサーナイトのそのそばでも屋台が出るそうなので、オリジナルの、あ、じゃあ普段エーサーナイトでそういう屋台とか出ないんですよ。確かに、うん、ないんですけども、ないですよね、はい、東南植物楽園さんが、オリジナル屋台を、わー、冷やし中華とか、わー、すごい、はい、夏ですね、枝豆から揚げとか、おいしそう、焼き鳥とかも出すそうなので、うわ、楽しみだね。ぜひ皆さん今週土曜日は東南植物楽園にお越しください、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします、はい、他に何かインフォメーションってあるんですか？他にあのエーサー屋 のチラシができましたので、お、 FM 小沢さんにも置いとくので、はい、ぜひ皆さんにじゃんじゃんもらってください、はいはい、FM 小沢遊びに気がてらね、はい、熱い上等紙で作りましたね上等紙、はい、紙の質からいきますか、はい、もうぜひ皆さんよろしくお願いします、はい、もう見やすくなってますので、この中にいろいろあの体験の詳細とか、うんうん、あ、さっきね、はい、インフォメーションでお話ししたやつですね、はい、ぜひぜひ、はい、FM 小沢さんでも10分に1回紹介してもらえればやばい、はい、はい、そうですね、はい、はい、時間があるときに紹介したいと思います、はい、よろしくお願いします、はい、ありがとうございます。でね、ツイキャスでコメント来てますね、うん、昇竜祭り太鼓は、うん、琉球国祭り太鼓の東京支部を立ち上げた長あ水野さんが新たに作ったチームですと。そうだね、今やもうすごい琉球国祭り太鼓を母体としてこういろんな活動が、ね、
皆さんが独立して団体がね、素晴らしい、すごいですね、はあ、楽しみですね。それでは、はい、うん、はい、じゃあまた今後のね、活動も楽しみにしていきたいと思います。と、はい、いうことで今日も、はい、30分間お付き合いありがとうございました、はい、大丈夫ですか、タギさん。全然大丈夫ですか。そうですか、はい、はい、それでは、お時間となってしまいました。はい、はい、エンディングですね。ぜひ皆さん、エイサー屋にも遊びに来てください。お待ちしております、はい。それではまた来週お会いしましょう。お相手は FM 小田めぐみと、エイサー屋のおまいやでした。はい、それではまた来週お会いしましょう。さようなら。バイバイキン。